交流戦第2週のローテ予想です。カープのローテは先週と同じになると予想。2軍で土曜日に投げていたハッチ選手、日曜日に投げていた遠藤選手も好投していたけど、玉村選手、アドワ選手の抹消もなかったから入れ替えはなさそう。ここら辺のマネジメントは難しいの。ハッチ選手に関しては高監督も推薦できると話していたんだけどね。上はもう一周様子を見る判断をしたみたい。先週は2勝4敗負け越したものの、先発投手はしっかりと試合を作ってくれていたから、そういった判断になったのかもしれないね。勝ち頭となっている床田選手には連敗を止めるピッチングを期待したいし、森下選手も好調と来てる。この2人で負けてしまうとかなり嫌な展開になってしまうだけに、なんとか勝ち切りたいところ。栗選手と大瀬良選手は援護が少ないだけで好投が続いてるし、ここは打線に助けてほしいね。先発は揃っておるしの、実力を出せれば勝ち越せると思うちょい。玉村選手は1軍昇格3試合目。前回登板は味方のエラーに不運なタイムリーも重なり、自責点は0で敗戦。今週も期待したい。アドワ選手は少し調子を落としているけど、日曜日の登板で早めの継投も予想される。先週は振るわなかった中継ぎにも頑張ってほしいね。ということで、今週のローテ予想でした。補足があればコメントお願いしますね。